ダイソー、プチブロックシリーズ、猫不思議、ステゴサウルス組み立て方法。皆さん、ごきげんよう。猫ピ先生チャンネルへようこそ。今回はステゴサウルスに挑戦です。説明書に沿った組み立て方なので、説明書と照らし合わせて組み立てるとさらにわかりやすいと思います。それでは行ってみよう。まずは説明書の1を組んでいきます。はじめのうちは簡単なのでサクサク組んでいきましょう。最初のうちは薄いベージュのブロックばかりです。このブロックでつなぎ合わせます。さらにこのブロックでもつなぎ合わせます。ガチガチにつなぎ合わせていきます。ここはブロックの半分だけを取り付けます。ここは1列だけを取り付けます。つなぐパーツですね。ここでついに深緑のブロック登場です。わかりやすい取り付け位置ですね。ここは半分だけを取り付けます。全体をしっかり持って取り付けると安定して取り付けられます。尻尾になるパーツですね。ブロックの4マスしかかかってないので、全体を持ってしっかりと取り付けます。裏返しにします。ちょっと奥の目印が見にくくてすみません。足の付け根のパーツですね。説明書の1、完成です。次は説明書の2を組み立てていきます。これも尻尾のパーツですね。下の白いパーツが外れないようにしっかりと取り付けていきます。
ね。表面が深緑で覆われてきました。これで説明書の2、完成です。続いて、説明書の3を組み立てていきます。さらにガチガチに組み立てていきます。これで説明書の3、完成です。次は説明書の4ですが、簡単な組み立てが続くので、まとめて一気にパーツを作っています。なってきましたね。この茶色いブロックがちょっとチョコレートに見えてくるのは私だけでしょうか。くれぐれも誤飲しないようにしてくださいね。と言っている間にも次々と出来上がってきてます。斜め後ろから見た様子です。尻尾にも茶色いブロックを取り付けていきます。今度は真っ白なブロック登場。尻尾の先端に取り付けます。これで説明書の4、完成です。説明書の5ですが、ここも簡単な組み立てが続くので、まとめてパーツを組み立てています。似たような取り付け位置が多いので、間違えないように注意が必要です。
足4本が完成しました。これを胴体に取り付けていきます。取り付け位置が少し分かりづらいので赤い目印を参考に組み立ててみてくださいね。これで説明書の5、完成です。説明書の6を組み立てていきます。これは下顎の部分になります。これで説明書の6、完成です。説明書の7を組み立てていきます。頭を作っていきます。ここにも茶色いブロック登場です。1マスのブロックは取り付けにくい場合はピンセットを使うと少しやりやすいですよ。カラーが可愛いですね。これは目ですね。つぶらな瞳。これで説明書の7、完成です。説明書の8ではドッキングを行います。説明書の9、ステゴサウルス完成です。首は下方向や少しだけ左右にも動きます。かわいいですね。いかがでしたでしょうか。ステゴサウルスの組み立ては比較的簡単な方だったと思います。ツートンカラーでつぶらな瞳、可愛い恐竜の仲間がまた増えました。この動画が参考になれば幸いです。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。